茨の森の眠り姫、千年夢見て眠る姫、流れる髪はエメラルド、恥じらう頬はバラ水晶。茨の森の眠り姫、目覚めぬ哀れな虜姫、黄色の髪の魔王が紡ぐ毒の思いに呪われて、茨の森の棘の奥、ずっとずっと夢見てる、世界が消える夢を見る。こいつが例のヤバいやつなんだな。うん、魔導士インカローズ、彼女がそう言ってる。見つけた。見つけたぞ。くそ、魔導士だか知らねえがやってやるぜ。お兄ちゃん、ん？琥珀、お前俺が泳げねえの知ってるよな。大丈夫、私も高いとこ苦手だから。おあいこだよ。おわ、逃げても無駄だ。お前の思念は完全に捉えた。あれから2000年、今度こそ使命を果たす。いつか落ちる黒い月、いつか崩れる白い月、とどめる祈りも夢に住む、魔物に食われ枯れ果てて、真珠の涙も砕け散る。茨の森の眠り姫、棘に包まれ眠る姫、悪夢がうつつとなる日は、勇者が悪夢を止めるまで。今日という今日は目に物見せてやるからな。か昔夜はひよっこが。このゼクスメテオライト、まだまだ捨てたものではないぞ。そう、シング、
どこからでもかかってこい。今日こそはそのソーマを抜いたじいちゃんから一本取ってやる。いやうん、よし、じいちゃんから生まれて初めて一本取った。なあ、じいちゃん大丈夫？心配無用、孫に心配されるほど老いぼれてはおらん。とうとう前に一本取られてしまったの。じゃあさ、じいちゃん、約束通り。うん、今日からこの相馬はお前のものだ。やったー、ありがとうじいちゃん。だが忘れるなよシング、相馬はただの武器ではない。使い方次第で人を癒すこともできるが、傷つけてしまうこともある。それゆえ相馬を使う者はここを鍛えねばならん。ど、心臓。違う。まさか乳首。バカモン、人の精神と意志を司る生命の源、スピリアだ。スピリアはこの世界で一番強く、そして一番脆い。だがソーマにはそれを癒す力がある。だからこそソーマ使いは誰よりも己のスピリアを鍛えねばならんのだ。スピリアは激しい感情、怒りや憎しみ、恐怖、時には愛によってすら乱され壊れることもある。シングよ、お前も相馬使いになった以上、感情に流されない真に強いスピリアを育てねばならんのだぞ。うん、分かったよじ。ならばシング、早速ソーマを使ってみろ。え、いいの？まあやれるものならやってみろと言ったところだな。言ったなじいちゃん。よーし。俺のソーマは剣？うん、ソーマはスピリアを映す鏡。その剣はお前のまっすぐなスピリアを体現しておるのかもしれんな。俺のまっすぐなスピリア。それにしてもシン、初めてでいきなりソーマが使えるとは大したものだ。わしも長く相馬使いをやっとるが、最初から相馬を使えた者など娘のドナ以外数えるほどしか知らん。ドナって死んじゃった母さんのこと？ああ、あの子は相馬使いとしての才能はピカイチだったからな。じゃあ俺母さんの才能を受け継いでるのかもね。調子に乗るな。まったく余計なところまでドナに匂ってからに。さてシング、そろそろ帰るとするか。そうだね。じゃあこの相馬じいちゃんに返すよ。いや、それはもうお前のもの。帰り道も修行の続きだ。村へ着くまでにその相馬を使いこなしてみろ。うん、わかったよじいちゃん。ほら、シング、早速おいでなすったようだぞ。わしは手伝わんからな。お前一人の力で何とかしてみろ。まあ、おじけづいたというなら代わってやってもよいがな。じいちゃん、
いつも言ってるだろ、俺はこういう時ガンガンどこまでもガンどこ行くってさ。はははならばその相馬見事使いこなしてみろ。言われなくてもやってやるさ。じいちゃんに習ったこと思い出せ。この子やるの。だがシング、村に着くまで油断は禁物だぞ。分かってるって、じいちゃん。
ソーマを使いこなしてみろっか。じいちゃんは気楽に言ってるけどさ、まあいいや。とにかく俺はガンドコ行くだけだ。